はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきまーす。今回、飲むのは、カクテルですね。ブルドッグ、かな。犬のブルドッグですね。はい。ウォッカを 45ml。氷の入った、グラスに注ぎまして、ほう、で、はい、ミニッツメイド、こちらグレープフルーツジュースですね、100%、はい。を、適量加えて出来上がりということです。簡単ですね。よっ。よいしょ。ちょっとよく振ってから。いやー、今日は寒かったわ。ちょっと待って。え、これ、嘘。これグレープフルーツジュース100%じゃねえじゃん。えっ、嘘。まさかの、これグレープフルーツだけだじゃなかった。マジで。グレープフルーツとリンゴとブドウが入ってる。わあ。マジかよ。マジかよ。それを聞いてねえわ。しくったな。ピンクグレープフルーツブレンドって書いてある。くそ。まあいいや。見なかったことにしよう。見なかったことにする。俺は。見なかったことにしよう。知らん。後であれだわ。俺後で買ってくるわ。今度買ってくる。グレープフルーツジュース買って、また再度、評価は直します。はい、乾杯。ちょっと飲んでみよう、これ。これ、リンゴとブドウ入ってんの？本当に。ああ、入ってんのか。確かによくよく考えてみると、グレープフルーツジュース100%って、ガチで苦いんだよな。結構甘い、これ。ってことはやっぱり入ってるのかな。何パーセントで入ってるのか、ブレンドでね、何パー何パー何パーとかって書いてあればいいんですけど、全く書いてない。ですね。うん。書いてません。グレープフルーツジュースは100%のやつがかなり苦いんで、まあ当然飲んだことある人大多数だと思いますけど。あれはね、俺ぶっちゃけあんまり好きじゃないんですよ。うん。でもたまに飲みたくなるね。うん。まあ。ね。あれは本当に、通向けですよね。グレープフルーツ 100% って。最近では普通に、コンビニでほら、500ml の
紙パックでね。あれ普通に100円ぐらいで売ってますからね。セブンイレブンとかに売ってる。からね。うん。まあ、手軽ですけど。あれは非常に苦い。のと、酸っぱい。苦いって、なんか、まあ苦いですよね。なんかね。まあ、あれがいいっていうことでしょうね。でもやっぱりレモンよかは、まあ、マシと。まあ、さすがにレモン 100% ジュースをね、500ml 100円で売ってるところは、まあ、ないです。そう考えるとやっぱ単価がレモンの方が高いんだろうね。うん。うん。味は、うん。うん。まあ、これよりさらに苦いことを考えると、うん。まあいいんじゃない?しくったなぁ。普通に 100% って言って飲んでれば、わからなかったんだけどな、視聴者には。しくったなぁ。まあ、個人的には、スクリュードライバーの方が美味しいですね。多分。うん。スクリュードライバーとの違いというよりは、違いはまあ確実にまあ、まあ違うんですけども、スクリュードライバーの場合は、結構ウォッカの味がね、ガガッとくるんですよ。あれ。うん。オレンジに、負けてないんですよね。オレンジジュースの味に負けてないんですが。こちらは、完全に負けてます。うん。グレープフルーツの味に完全に負けてる。ので、はっきり言うと、個性がない。普通にグレープフルーツジュース出されて飲んでて気づかないってことはまあないと思うけど、まあ気づかなくもないかなという感じですね。うん、あまりにもちょっとグレープフルーツの味が強すぎる。で、余談ですが、ここに、スノースタイル。まあ、ここに、レモン汁をこう、ペアって、つけて、で、塩をここにくっつけるんですね。まあ、カクテルで有名なスノースタイルというやつですが、それにすると、ソルティードッグ、になります。この、同じやつでね。だから、ソルティードッグも、うん。グレープフルーツジュース買ったら、それ、作りますけどね。うん。まあ、ソルティードッグは、はっきり言って。てか、スノースタイルのカクテル、俺、未だに一個も作ったことないんですよ。多分。スノースタイルってさ、塩でしょ?で、塩ってことは、しょっぱいでしょ?でさ、今一つ思いついたんだけど、スノースタイルこうバーってするじゃん。そしたら、
各、あの、バーとかで飲むときって、こう、口つけてこう飲むでしょ、まあ、それはいいんだけど、ここの部分だけ、こう、口ついた部分だけ、こう、塩がなくなるじゃん。ね。で、結局、その、こう、ちょっと位置をずらして、こう、全部こう、周りをこう、飲んでいくのかな。結局、塩が、あのね、パンチになってるわけでしょ。ということは、全身をこう、周りを、口つけて飲むんですかね。のが主流なんですかね。いわゆる。主流というか、セオリーなんですかね。なんか、汚らしい気もするんですけど。まあでも、そうしないと、一口目以外、意味ないということになります。よね。スノースタイル。ね。やっぱりそうするのかな。まあ俺バー行ったことないんでわかんないですけど、うん。まあ。何にせよスノースタイルっていうのはちょっと興味はあります。ですんで、まあ、近いうちに、ね、ソルティードッグ、作りたいと思います。そうそう。一応、ね、話題として、ブルドッグですね。カクテルのブルドッグ。の、ウィキペディアのものを見ると、うん。ないです。ソルティドッグしかないみたいですね。ソルティドッグはあるけど、ブルドッグはないみたいです。ん？ブルドッグにして。ブルドッグでググってもないな。ソルティードッグの、まあ、別種としてあるみたいですが。うん。はあはあはあ。あれ？ああ、そういうことか。ノンスノー、カッコ、グラスの縁に食塩をつけないにすると、カクテルの名称が変わり、ブルドッグ、またはテールレスドッグ、またはグレイハウンドという。かっけー！グレイハウンドとかあるじゃん。あの、あれじゃん。なんだっけ。グレイフォックスじゃん。メタルギアソリッド。え？あ、一応レシピあったんだ。てか、ちょっと若干間違ってんじゃないのか。ウォッカ 20ml に対し、グレープフルーツジュースを 40ml。で、食塩少々のレモンの輪切り。ほぉ。ウィキにはそう書いてあるんだけど。やっぱりあれですね。なんだかんだ言って、実際若干ちょっと、ウィキが本当ということでもないのか、本当なのか知りませんけど。いろいろ、うん。あれっすね。いろいろ違うっぽいっすね。まあ、そこら辺はどうでもいいといえば、どうでもいいですが、
一応、ソルティドッグの説明として、これはブルドッグです。が、1940年代にイギリスで生まれたカクテル。ソルティドッグとは、カンパンインを意味するイギリスのスラングで、カンパンインが、カンパンの上で汗だらけ、塩だらけになって働く様子から来ている。お普通に犬のなんかあれかと思った。お、もともとはウォッカではなくジンベースで、ライムジュースを入れるソルティドッグコリンズというカクテルだった。ほう。本格的に流行したのは1960年代のアメリカから。しかし、同じ英語圏でも、オーストラリアなどではソルティドッグという名前ではあまり知られておらず、バーなどで頼むと塩漬けの犬肉を注文されたと軽減な顔をされるので注意が必要である。ああ、なるほどね。ソルティドッグとはウォッカベースのカクテルの一つ、グレープフルーツのさっぱりとした口当たりとグラスの縁の食塩の組み合わせが絶妙であるとして人気が高い。はあ、そんなに人気あるんですか、これ。確かにソルティドッグってカクテルでは効かない人いないんじゃないか。ね。ソルティドッグって、ね、名前だけはかなり有名ですよね。オールドファッショングラスの縁をレモンで濡らして食塩をつけスノースタイルにする。そのグラスに氷を入れ、ウォッカー、グレープフルーツジュースを注ぎ、ステアして管理。オールドファッショングラスってなんだ？あ、ロックグラスのことか。あ、一応ロックグラスで飲むのがあれなんだ。別名。ロックグラスの正式名称がオールドファッションドグラスらしいですね。容量は通常 180ml から 300ml。ダブル用は350から 400cc。ダブル用って何だ？お酒。ウイスキーなどの量の単位で 60ml。シングルが 30ml でその2倍。ほう。グラスの底から指2本程度の深さの液量。だって、知らなかった。確かに、シングル、ダブルってありますよね。あれ、なんなんかなと思ってたんですけど。量の違いだったのか。あんまり、知らないことが、多いですね。俺は。うん。まあ、ソルティドッグではなくブルドッグか。うん。まあ、今のところとりあえず、ね。こちら、グレープフルーツジュースではないんですが、一応それで考えると、三つ星です。またね、普通の、グレープフルーツジュースを、買ってきますんで、そしたらまた四つ星とかになる可能性もありますが、今のところは三つ星です。それではご視聴ありがとうございました。